い、皆様どうも、マフロです。それではニャンコ大戦争やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回ね、逆襲のカオルくん待ってると言ってました。消費しました。じゃあ40枚溜まっちゃいましたねすげー溜まった。はい、こちらのねイベントカレンダーでねチェックできるということを教えていただきました。ありがとうございます。これ本当に助かりますね。はい、知らなかった人もこちらを活用してやってみてください。それではガチャからいってみましょうか。40枚だよ、40枚。これでレア3回ぐらい回せんじゃね。いや、それに基本キャラのあれも上がったしね。倉庫の持ち処理できるわ。ちょっとうるさいかもしれません、すいません。40回連続やっちゃいます。できるだけ肥やしが欲しいな。今ウルトラソウルズなんです。あお、ダメだっていっぱい過ぎた。うお、すげえことなってるとりあえず肥やしから使おうか。違う、肥やし肥やし、あ、すべて使うで肥やしだな。もう4枚。ちょっとどうせなら全部回してからにしよう。おお、肥やしだらけ、ナイス最後にちゃっかり出てきてね、トカゲくん。はい、それではこれを使います。おお、それでもトカゲ残るんかい、この野郎。はい、これで、ねえ、プラス66とかになってますね。なんか差があるな、かなり。ドラゴン70なのに他のんがちょっと差があるな。ゴムが欲しいのにな。はい、それではレアガチャいってみましょうか。さあ、1枚で待ったれよ、ウルトラソウルズ。はい、何が欲しいんだっけ。傘地蔵、そうだ、傘地蔵だ。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。でもね、最近ガチャ運本当に最悪なんだよな。もう 悪すぎて笑えるぐらい。6枚あっても1枚も当たらないかもしれないね。頼む、出ておくれ。ニュー、くつろいでんじゃねえよ。あと2枚。さあ来い。回ってんじゃねえ。お願いします。がこの人よく見るね。残念でした。とりあえず使っとこうかね。やっぱレア付けでは厳しいのかな。イベントはここで6枚。チビ当たれ、チビ。チビタンク当たってくんねえかな。
こでもトカゲイですか。トカゲ本当多いな。お、来た来た来た。タンク。さあラスト。終了です。はい、それでは今日はですね、レジェンドの方を進めていこうかと思っております。野鳥観察、一度ここ負けてますけどもね、ちょっとだけ調べまして編成組んでみました。ニャンコンピューターだけ使ってやってみようと思います。それでは行ってみましょう。最初に切らなきゃ。お金貯めます。この壁だけで耐えれるかもしれない。この間にお金を貯めます。前に来られてる。よし、風頑張れキョンシー、頑張れキョンシー。耐えてる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 。キョンシーが耐えてるわけじゃないか。壁が耐えてる。さあ早くお金貯まっておくれ。手が疲れる前にお願いします。ハイピキ倒しちゃった。大丈夫か。アヒルだ。よし、待ってます。ここまでやらなくてもいいかもしれないけど、一回ね、初見とはいえ負けてるんで確実に行きます。かなり地味になってるな。おっと、もうちょいもうちょい。
そろそろいいかね。よし、ニャンコンピューターを。さあ、あとは見てるだけ。任した。ダチョウ来た。前回こいつに押されたんだよな。ちょっと押されてる、押されてないよ。いけるいける。さあ頑張れ。あ、もう追撃できないって。よし、おかめ8個もらった。とりあえずリベンジは完成っと。さあ次、初見でちょっと様子見だけしときましょうか。とりあえず元のスロットに戻してっと。はい、言葉の端のトゲやるだけやってみます。どんなステージでしょうか。とりあえず壁だけ出そう。なんだあいつ、なんか飛んできてるじゃん。遠距離タイプか。おお、でっかいの来たよ。ああもうお金また、ああ間違えた、また勝手に切り替わったよ。今全然ムートさん出すつもりなかった。切り替わって勝手に出しやがった。タッチペン暴発、やばい、やられる。これコスモさんいいかもしれないね。あいつらの範囲外から攻撃できる。ちょっとムートさん出して失敗したけど、あ、でも当たってるな。前来るなお前ら。下がれ下がれ。むっちゃでも生えてきてんな。でも他の遠距離キャラだとちょうどいい位置にいるかもしれない。遠距離潰しかなあいつ。落とし子、立つの落とし子。メガロさんはちょうどいい位置にいそうだな。あれちょっと一応間違えた。メガロさん出して様子見ようと思ったな。ゼウスさん出しちゃった。
あーゼウスさんもいい位置にいて、ちょっと下がってる。うん、ゼウスさんちょうどいい位置にいたらしい。ボコボコにやられてる。中間距離は厳しいね。メガロさんも結構いい位置にいそうだな。はい、ここも一筋縄でいかなそうです。はい、それでは今回はここで終わっておきましょうかね。ちょっとねガチャに時間取られちゃいましたけど、とりあえず一つ進んだんで今回はここで終わっておきます。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。